こんにちは、ブルーホースです。前回はね、赤い煙突でね、イチャイチャこいているね、ライカンとね、倒れている女性の姿を見ながらですね、まあ、こっちもシコシコしてですね、で、主翼の翼の鍵、主翼の鍵を手に入れましたんで、続きをやっていきたいというふうに思います。ということで、今回ドナベネビエント邸に行こうと思うんですが、まあ、全部やっちゃうと、返事が屍のように。でまあ、全部やっちゃうとちょっと収録時間が伸びてしまうことになるんで、まあ適度にやっていこうかなというふうに思います。まあちょっと本番のね、わおわお本番のベビーさんとね会うかどうかっていうのはちょっとまあその時のさじ加減ということで、はいねーとかな、これすらもあれなのかな、ほらなんか行きはよいよい帰りは辛いじゃんここって、なんかいろいろってね、まあ多分幻想を見せられたから、上に吊るされている、なんか鳥かごみたいな金属類とか、なんかよくわかんない、壊したらアイテムが落ちてくるみたいな。Ethan, come with me. There's something I have to tell you. Mia? What's going on? 私、子供を産んでからおっぱいが大きくなったみたい。そりゃそうだって。でもなんか急にあれここって歩くことしかできなかった。でも銃は構えることができない。こっちに行きたいよー。隠し合いに行こうよー。Ethan, you have to fix her. 普通じゃない。ローズは普通だよ。What the hell is this? Everyone leaves me. Even Rose. なるほどな。このセリフがローズがその、まあ、友達っていうか、まあ、学級クラスメイトたちとかにこう虐げられるというか仲間外れにされる、まあ、きっかけの一つになったんだろうけど、ミア自身がローズのことは愛してるけど普通じゃないっていう風にどうしても思っ込んでしまってたから、まあ、普通じゃないのは確かなんだけど、普通じゃないけどさ、でもそれが多分 いつだったかと伝わってしまって、わずか16歳のローズがグレて飛び出して、でミアと一緒に暮らさないみたいなことになっちゃったんじゃないかなと思うけどね。まあ、ってなるともう自業自得なんじゃねえかと思うけどね。で首飾りのついた鍵、首飾りのついた鍵、逆だな、鍵のついた首飾りだな。よし、じゃあ登っていきましょう。どこまでやろっかな。いや、ベビーターを直前まで行くね。で、まあ、その後に、ドナちゃんとイチャイチャして、で、戻って、村まで戻ってくるところまでっていうのを、まあ、パート2つくらいに分けてやるのがいいのかな。うん。まあ、収録時間がどのくらいになるか。あ、こんなんあったっけ？カムズイーサーって、もう、こんなんもうね、完全ホラーだよね。まあでもやっぱり家族愛としては一番、まともなのが多分ドナなんだろうな。でも冷静に考えるとモローはただただ気持ち悪くて、でハイゼンベルクはねもうサイコパスで、でドミトリスクはまあんま強烈な見た目してるけど、やっぱりね強烈な見た目してるし、まあ、ちょっと娘が娘のようで娘じゃないみたいなことになってるけど、それでもやっぱりね、まあ一族の繁栄が一番の目的なのかもしれないけど、火が見えないのかな、たぶん消えちゃってて、煙だけ、水しぶきだけがパッサーってなってるのかな、どっから見たら見えたりするのかな。あ、見えてる見えてる。こういうなんかエグい滝をちょっとね、ビクトリアの滝とかさ、ナイアガラの滝とか見に行くみたいな、カナダとかに。ごめん、話それた。ドミトリスクもね、結局は娘のことが大好きだから、それが最優先でね、あると思うけど、まあ、まだ、そう考えたらミランダも娘のことラブだもんな。ほら、これ。結構、可愛いと思うんだけどね。可愛いかどうかで言ったら、あれだな、美形って感じか。なんかこうずーっと見つめてたらこう目のあたりとかさ、鼻のあたりまでが、口はちょっと違うけど、まあ、目のあたりとかがなんか北川景子に見えてきた。あと目がやっぱもうちょっときつね目っぽくすると北川景子になるのかな。ウィッシュウィッシュ。ここら辺のイチゴとかもね、人がいないはずなのに腐ってねえんだよな。普段ここにじゃあドナー住んでるっていうことだよね。そう考えると誰かお客さんいたのかな。カップ洗え。で、レオンなら、
多分突っ込む、うん、じっくり見ていく。うわー、バナナくせ。あ、そうそう、ダイソーでさ、なんだっけね、エチレンガスだったっけ、その野菜とか果物が腐っちゃう、その孵化しちゃうって言ったらいいのかな、まあ、腐っちゃうガスが出るんですけど、それを吸収して鮮度を保ったまま腐りにくくしてくれるっていう、なんか袋が100円で44枚入りのやつをなんか販売しているみたいなのを先週かな、初耳学じゃなくて何だったっけ、今でしょ講座か、廃場の先生のやってるの見て、あれ欲しいなと思ったな。バナナだとほんとすぐ腐るんだね。あれどうなんだろうな、一回入れると何回も使い回すことができるのかな、それができるかどうかなんだけどね。えほんと暗いよね、まあ、地下に来たから当たり前なんだけどさ、これだけね完全に吊るしてあるから、後から気づいたらさ、これがさ途中でガタコンってなったりするけどさ、おっぱいおっぱい、つけてほい、ということで取っちゃいましょう。あー、暗くなる。あ、消えたね。あ、決まった。これ取る角度によってアンジーが消えた瞬間とかがもうちょっとはっきり見たのかもしれないね。うわー、しまったなー。で、よくよく見たら奥にさ、あれ見えてるよね。ほら、ミヤ人形もう。Wait, where's my gun? これ、どうやって取ったんだろうね。うん。いつの間にフッと。向こうの部屋がもう見えてんだよね。ということで、ちょっと奥様の体をほじほじしていきたいと思います。まずはレーシックから。ああ、目が最近知ったんだけどさ、あ、これ別にいらねえや。25251129とかだったっけ。じゃあ25、あ、忘れちゃったな。あ、やっぱ見るわ。忘れちゃったから見ようかね。うん。29、あれ、何だったっけな。11、あー、11、うるさい、みたいな。すー。多分ね、二人が夜の営みをするときも、こんな風にイーサンがこう体をなぞって、くすぐったいなと思わせてるところに、こう刺激がこう強いところを、くしゅっとこうね、クリクリっとしてるとか、クチクチっとしてるとかっていうのをね、やってるんだろうなっていうのがわかるよね。で、その時のミアの顔が、こう、もう目を、ガン開いているっていうね、怖すぎるわ。で、肩関節を外す。カチカチ、カチカチ、カチカチ、カチカチ。あれでも普通、あれさ、よくよく考えたら、ミアが撃たれた肩の位置ってさ、逆じゃなかったっけ？ね、逆だったはずなんだけど。あ、ちょこん。OK。で、ここが何番だったっけな？ 05か。0529。違ったらもう指輪外す。いけたね。オッケー。チャラチャツチャツチャチャツチャチャチャラチャツチャツチャチャツ。これ全部取ったっけ？あったなったね。でここでね、なぜかこっちに開くけど逆に開け直すっていうね。よし。で調べる。Why is this here？まあ幻想を見せられてるからね。でこれがね結構ね難しかったんだよね。チュキン。で、チュキン。で、チュキン。あ、違うな。ん？こうか。で、こうか。え、なんか違う気がしてきた。ちょっと待って。目がシパシパしてる。違うな。こうで、あ、違うな。んで、ここまでは合ってるよね。こう。ここ繋がってないよね。これで、こうか。これでいいんじゃねえか。再生いい。さあ、どうなるか。オッケーオッケー。なんか、予想以上に苦戦してしまった。これそんなに難しいやつじゃないけど。私が使ってたんですね。で、戻りましょう。じゃあ、
え、なんだなんだ、急に画面が、あれなんかこんな暗かったっけ、ここ覚えてねえや。ガチョン。あ、なんかあの首吊るされてるような感じがするわね。この宮人形が動かないだけマシだよね。もう本当にここに帰ってくる時のさ、あの宮人形がさ、ガチャン、あれあれ、ああ、宮人形がさ、こうあの開けた時にさ、もう目の前に行った時は本当絶叫したもんね。あれ怖かったわ。なんで待ち構えてんのよ、と思ったのね。よし。じゃあ、あの、ちょっと、あの、ミアの、おうおう、そういえばいたな。あ、こんなことで絶対、何、浮気でもしたの。いいよ、別に。結局、俺が一番だったらいいのさ。なあ、っていう寛大な男、寛大というか、それってでも逆だよな。なんかむしろ、興味がないって思われちゃうね、それだとね。あ、ちょっと待って、ローズの一番あの子のお気に入り。私に何より大切なものすごく確認、主君の遺産で、英明約束の証。違う。調べて、フィルム。で、祖母がくれたのを、で、イーサーがくれた英明の証。あれ、なんかちょっとずれてる。で、祖母がくれたのを、これなんか一個一個ずれるんだな。で、ローズの一番の友達。来る、きっと来る、いっくる、世界は広く。あれ、違う。歌詞は知らないんだよ。あー、でも、仲間由紀恵さんがね、ああやってなるっていう姿、なかなかにこうね、分かったりしましたよね。これ今やってるのが夜中の12時半なんでね、もしかしたら僕の他にも来るかもしれない。まあそんなことはいい。とりあえず、ミアのブラジャーね、まああれスモブラっぽいけど、まあ、どっちかっていうと何だっけ、あのスマキじゃなくて、なんか、あ、サラシだ、サラシ、なんでスマキって、あれ、あ、サミー、あ、だった、さらしを切ってね、あのちょっとおっぱいをさらけ出してもらいましょう。うん、やっぱりいくつになってもさ、あの嫁さんのおっぱいには興奮しなきゃいけないですよ。これ無視してもいいのかな。まあ無視は良くないからね。無視は無視。Please, Ethan, listen to me. I didn't want to keep it from you. Mia? これでもいつの頃ことのその騙すつもりはなかったのって話してんのかな。Mia, what are you talking about?あ、でもローズってことは、これセブン以降の話っていうことですね。皆さん、あの、この後、注目しておいてくださいね。あの、セックス本邦初公開、前向きの、ムーンウォークが始まるから。ほら、ムーンウォーク。髪の毛ちゃんとでも揺れるんだな。ね、ということで、あ、びっくりした。今のちょっとびっくりしたわ。ということで、奥様のおっぱいをさらけ出したいと思います。さらしをチョキチョキ。乳首がない。あ、こ。オッケー。よし。じゃあ、こっから先はね、あの、大人の時間になりますんで、視聴者の皆さんはね、こっからはね、奥さんとの営みを見たいと思われるかもしれないですが、一旦ね、この辺りで終了させていただきたいと思います。まぁ、ちょっと発狂してるしね。ガン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 言ってますんで。ということで、本日はこの辺りで終了させていただきたいと思います。次回、お楽しみください。ということで、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回パートお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。